千田哲夫です。よろしくお願いいたします。今日は鍵盤ハーモニカの導入ということでですね、1年生の導入から2年生の終わりまで2年間のスパンで鍵盤ハーモニカの学習内容を見ていきたいと思います。まず1つ目は指使いに気をつけてドレミを吹こう。2つの山の2つの黒鍵の山の左がド、3つの山の左がファで、この黒鍵を目印に鍵盤配列を見ていきます。音を見ていきます。ポジションの移動っていうことで、名前をつけました。1の指をドに置く。まあ仮にドのポジションというふうに言います。ドポジ、ドのポジションですね。それを1の指をレに動かす。レのポジション、ミのポジション、ファのポジションで今までの指使いをやって、こういうふうにして音域を広げていくということをやっています。はい、で、これが指を広げて音域を広げるってこんな曲になっています。見ると1度4度5度のアルペジオの練習になってます。ニワトリコッ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 コですね。次からドレミくぐってファソラシ、あるいはこのくぐるのが難しい子はさっきから言ってますけど、ずらす、ドレミずらして、ということで、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。以上で今日の研修を終わります。